エコスキニーさんとネオン・ノンタナさんとの出会いを教えてください。は僕が高校を受かってでそこにエコスキニーがいてでもその時は僕が3ヶ月ぐらいで高校を辞めちゃって結局その時はあんま仲良くなかったんですけどその後にその友達と友達のなんかつながりでエコスキニーと バンドを組むことになって、そこで仲良くなって、でエコスキニーからネオンノンタナに繋がって、うん今になりました。ヘルボーイさんから見てお二人はどんな人ですか？うーんあのラッパーはこま怖いイメージあったんですけど、全然怖くないからやりやすいです。